こんにちは、ゆうがです。今回はこのひばかりちゃんに餌やりをしていきたいと思います。はい、で今回はですね、カエル漬けにすることなくそのまんま解凍した土壌を与えていきたいと思います。さあ、食いついてくれるでしょうか。ね、土壌はね、ひばかりちゃんたまに食べない時があるので、今回はね、カエルの匂いもついていない土壌ということで食べてくれたらいいんですけど、どうでしょうか。めっちゃ反応してくれてますね。でも食べない時って本当に反応もなかったりするんで、ちょっといいですね今回は。とめっちゃ探してるけどこれじゃないみたいな感じなんでしょうか。またああ、外しましたね。いや、でも食いついてくれましたね。やっぱ日ばかりちゃんね、外すのがすごい可愛いですよね。こっちも来ましたね。日ばかりちゃんはね、仕草が本当に何考えてるか分かりやすくて可愛いですよね。はい、あれ。匂いめっちゃ確認してるけどなかなかやっぱ食いつこうとしないですね。これじゃないみたいな感じになってますね。でもめちゃめちゃ舌出して確認はしてるんですけどね。あ、散々躊躇した割にめちゃめちゃゆっくり噛みつきましたね。でも躊躇して食いついた割には絶対離さないみたいな感じになってますね。いやー、よくわかんないですね。でもなんでこんな感じでめっちゃ食べてくれるのにたまに食べなくなるんですかね。ちょっと土壌だけだと栄養が少ないっていうのがバレてるのかもしれないですね。今回はちょっとスムーズに飲み込んでくれそうですね。いつも結構時間かかるときはかかるんですけど、今回はすごいスムーズに飲んでってくれてる感じですね。止まることなくどんどん飲み込んでってくれてますね。本当にね、いつもこんな感じだったらいいんですけどね、そううまくいかないんですよね。床材もつくことなく、いや今回はもういいですね。完璧ですね。はい、ということで今回はですね、カエルの匂いをつけることなく土壌のみで食べてくれたということで本当に良かったです。はい、ということでまたこのひばかりちゃんの動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録高評価してまた見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。